はい。いや。はい。いや、まだ。はい、これだ。よし、行こう。行くぞ。はい。どうぞ。スタート。後ろシティの話シティでデン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 。こんばんは、後ろシティ金子です。365日、ユーストリーがお送りしております、ユーストリーム放送。今日はですね、7月30日の放送でございます。今から1時間半です。皆さんにお送りしたいと思います。もう一回。全然噛んだから。はい。どうぞ。スタート。後ろシティの話してででん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 。こんばんは、後ろシティです。後ろシティが365日お送りしておりますユーストリーム。今日はですね、7月30日、火曜日の放送です。で今からですね、1時間ほど皆さんにお送りしたいと思います。後ろシティ金子と浅田です。はい、よろしくお願いします。あ、後ろシティとユーストリームはこっちだったよね。うん？後ろストリームみたいな。うん。危ねえと思った。危ねえと思わなかった。大丈夫だろうって。もう。言ってもいけるだろう、言っても大丈夫だろう、ダメだった、うん、ダメと思わない、ダメって言ったから、あ、ダメなのかダメ、俺はダメと思わない、すり抜けれると思ったけど、すり抜けれるというか、そのままいけると思う、いけなかった、うん、はい、いけたけどはい、そうですね、もう30、7月も終わりです。7月30日でしょ、もう皆さん夏休みなの、だからもう、はい、あの大阪の劇場の話またしますけど、うん、今日からもう向こう昼寄せやってますから、あ、今日からなんだ、28からじゃないんだ、今日から、あ、うん、28はこけら落としで、うん、で、そっからちょっと空いたんだね、まあ1日だけど、あ、で、え、昨日やってないだけ、あ、そっか、30からね、うん、あ、なるほど、今日から昼寄せが、あのお昼のね、1時から、ん？ 1 時から1時からと3時からか、2回公演、うん、ほぼ毎日やってるわけですよ、この昼寄せっていうのは。すげえな、うん、今日で言うと、うん、雷ジャクソン、おお、雷ジャクソン、うん、あのね、片方の人が R1 で決勝に行きましたね、うん、ボルトボルズ、ボルトボルズさん、はい、バンリさん、バンリさん、うん、多分この写真お会いしたことないの、わかんないな、で、チャップリンさん、ヨーのバンリさん、ヨーのかな、いや、読み間違いがあったら多分先輩っぽいし、アゲノさんじゃないと思う、わかんないけど、バンリさん、はい、チャップリンさんと、はい、横山隆史博師匠、はい、はい、今日はお昼合わせをお見えでしたと、2本やった、はい、明日もどうだろう、明日はですね、雷ジャクソン、あ、なるほど、片方の方があるわ、うん、はい、ボルトボルズさん、あ、ボルトボルズさん、バンリさん、ヨーのバンリさん、ね、同じやったらね、で、チョップリンさん、チョップリンさん、はい、横山隆史博士、はい、という、うん、で、8月1日も、おー、8月1日、単独ライブやってますけど、そうですね、1日、大阪では昼寄せやってらっしゃると、なるほど、雷ジャクソン、あ、片方の方があるわ、うん、ね、ボルトボルズさん、あ、ボルトボルズさん、バンリさん、バンリさん、アゲのバンリさん、ヨーのバンリさん、読み間違いがあった先輩、はい、チョップリンさん、チョップリンさん、横山隆史博士、はい、ね、出てますね、うん、で、2日は我々あのこちらで、あ、そうです、お台場合衆国、お台場でやります、フジテレビのイベントがやってます、はい、その時の時も大阪では昼寄せがあります、昼寄せがあると、はい、はい、雷ジャクソン、あ、片方の方があるわ、決勝行かれましたね、ボルトボルズさん、あ、ボルトボルズさん、はい、バンリさん、バンリさん、はい、あ、そうですね、ヨーのバンリさん、え、読み方間違ったらあげのじゃないと思う、多分先輩だな、はい、チョップリンさん、横山隆史博士、はい、うん、というね、すごいですね、あの大阪に観光に行かれる方なんかは、うん、お昼ね、あの1時からと3時、5時からね、うん、やってますんで、あのご飯の後とかね、なんかちょっと1時と3時、うん、13時と15時、うんうん、やってますのでね、皆さんぜひぜひ、ね、3日はああお昼の回だけ、1時の回だけアメザリさんが出る、おお、うん、アメリカザリガニさんが出る、はい、
で、昼、その日も1時と5時の回、なるほどなるほど、3時の回あるんですけど、はい、どちらにも出るのは、はい、雷ジャクソン。あ、R1 決勝委員会だった方ですね、片方の方が。はい、ボルトボルズさん。あー、ボルトボルズさん。はい。バルニヨーのバルニ。読み方間違ったら先輩だと思う。あ、いいのじゃないと思う。で、チョップリンさん。チョップリンさん。で、横山隆史博士。はい。という、ね、なるほど、はい。3日まで、30日から3日まで、基本はその、そういったメンバー。なるほど、いいですね。4日からね、ボルトボルズさんがトライアングルさんに変わって、あとは全部一緒です。すごい。いや、今ここで切り取ったからあれなんだけど、まあ、1週ごとに多分変わっていくんですね。結構、次の週からチキチキさんとか。ああ、なるほど。うん、あ師匠方も遥かかかなった師匠、ね、直行さんとか出られる時もあったりだとか、うん、国を通る師匠とか、ぜひぜひ皆さん行ってみてくださいということですね、うん、お盆とかもなんか、あ、お盆3日間の赤で13、14、15は特別公演で1日3回、1時、3時、5時1時、3時、5時うん、うん、で、初日が森脇健児さんが出た、おわ、すげえ、うん、高橋宏氏も出ますけど、うんうん、雷ジャクソンも出ますし、はい、え2日目、その14日は、なすなかさんが今度は行って、おお、はい、なすなかにしさん、はい、チキチキさんも、チキチキジョニーさん、はい、はい、お、高橋宏氏が出ない、え14日、はい、ああ、そうですか、まあ、そっか、3日のうちどれかってことか、で、15日は、オジンオズボーンさんが行って、ああ、なるほど、梅小屋さん、おお、チキチキさんも出て、はいはい、高橋宏氏を。出たいね、うん、TBS 前出たよ、ないか、その通天閣の劇場の時にそう、うん、1回ね、出させていただいて、うん、ね、新しくできたね、道頓堀加藤さんも行きたいけど、ね、その風習としてさ、お昼とその1時の回と5時の回、うん、朝3時の回の間に師匠方が喫茶店に行くみたいな、うん、みんなそういうのがあるらしくて、うんうん、僕らもこの間1回行った時ですけど、うん、みんな喫茶店に散らばっていくよね、いろんな。そう。その、こっちみたいな、なんていうんですか、ドトールとか、うん、そういうとこというよりは、なんか、浅草にあるような、純喫茶というか、そう。そういうところに師匠方も行ったり。ね、いい感じのね、うん、と昔ながらの喫茶店というか、うん、うん、すごい、連れてってもらったけどね、うん、いい感じの、雰囲気のいい落ち着くような喫茶店。うん。ね、だその合間も、なんか楽しそうだしね、その、そう、同じメンバーでやるから。ねえ、あれね、師匠にいろいろ連れてもらえたりしたら、ね、すごく楽しいですけど、行きたいね、うん、やっぱり大阪の師匠方とこうあんまりお話しさせていただく機会もないし、まあね、行った時しかね、うん、ねえ、うん、お昼も出たいですよ、行きてえな、ほんと、まあ、なかなかな、そのだって行くってなったら交通費を出してもらわないといけないよ、そういうことだよね、申し訳ないよな、その、まあね、なんかの仕事がだから大阪であればいいんですよ、うんうんうん、その合間とかね、うん、出たいよな、その今はね、その新大阪ね、新幹線駅着いて、そっから難波に行って、そっから道頓堀にみたいなところがさ、まだ全然慣れないじゃない、そうかな、慣れないでしょ、どっちだよ、だって新大阪着いて御堂筋線で難波でしょ、この間言ってたじゃん、慣れなかった。で、御堂筋からの境筋の方に向かって行った途中にあるの。いや、だから慣れないって、この間も人に道。境筋の方に行くと日本橋の駅が人。人に道聞いてたって言ってたじゃん。いや、あれはだって教えてくれたから。俺は聞いたわけじゃん。そんな聞かなくても分かったみたいな。俺は分かった。いや、まあでも慣れないじゃん。俺はこっちだなと思って行こうとしたらこっちかから。あ、金子さんですね。みたいな、うん、あ、大阪来てるんですか、今。うん、あっちですよ。逆じゃん、間違ってんのよ、こっち行こうとしてんのよ、うん、携帯なくしてたからそういうことじゃないよ、でね、あ、よく行きつけみたいなのも欲しいですしね、行きつけ、うん、だから定期的に行ってたらさ、うん、あ、じゃああそこ行こうみたいなプランが浮かぶじゃない、うん、こんぐらい空いたから、新宿ならほらちょっとあるじゃん、何個か、なんで見たの今新宿ならさ、うん、なんかあんじゃん、時間によって時間によって1時間空いたらここ行こうとかさ、うん、2、3時間空くならこっち
あるけども、うん、大阪ではそういうプランがないからないからね、その先輩に聞くしかない聞くしかないからね、うん、あ、行こうみたいなところ、嘘びっくりね、あ、行こうみたいなところ欲しいよね、うん、今案内してもらうのさ、ちょっとさ、この間もねオジオズボーンの篠宮さんにちょっとね、じゃあこっちの方にいい店あるよみたいなのをさね、篠宮さんが案内してくれたの、うん、ここ曲がってこっち行ったらいい、こっち行ってもあるけどね、うん、さ、かっこいいじゃん、昔住んでたからとか、そう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 、うん、で、ここに有名ななんとか屋さんが、もうダメだもうダメだ、有名ななんとか屋さんがあってとか、うん、インディアンカレーの場所しか知らないそうそうそう、インディアンカレーの場所知ってんの、うん、あれだけは知ってる、インディアンカレーのとこ抜けていくと、うん、商店街からインディアンカレーのとこ抜けていくとなんかお寺がある、あ、そうそう、うん、神社かお寺なんかあるね、うん、ちっちゃめのな、うん、そう、ああいうの案内できるようになりたいな、かっこいいよな、うん、そうだね、ね、だから覚えたら、うん、あれでしょう、逆にたまにしか行かない人より俺らの方が詳しくなった、そう行った時にさ、偉そうに案内できる、ああ、案内した、うん、もう分かんないからさ、純喫茶とかもさ、うん、毎回なんか普通のチェーン店の喫茶店とか入っちゃう、うん、サンマルクだろ、サンマルクがインディアンカレーの近くにあるもん、あ、そうあのサンマルク、うん、そう、あの辺とかね、なんか、うん、なんかいい感じとかありそうだけどな、道頓堀の近くにもな、うん、俺らが知らないだけで、うんうん、でもインディアンカレーってあんまり有名じゃないのかな、その大阪駅のインディアンカレー行くのに駅が広すぎて1時間迷いました、大阪駅にもあるんだ、そうなんだ、うん、あのプリマダンナの、うん、ね、2人に、うん、あ、2人で、河野かな、誰かに、うん、大阪でうまいもの食べましたみたいな話で、うん、ああでも いつも行くのはインディアンカレーかなって思ったら知らなかった、うん、あ、意外と松竹はね、みんななんか行くっていう、あ、松竹だけなのかな、わかんないけど、インディアンカレー知らなかった、ああ行ったことないですって言ってたよ、大阪の喫茶店のナポリタンの美味しさね、いや、ナポリタンは東京の喫茶店でもうまいから、いや、わかんない、でも俺これやっぱ根に出てるよね、根に集中してるよね、そう、大阪の喫茶店、これね、今文字書いてあるんですよね、大阪の喫茶店のナポリタンの美味しさって言ってくれたら、うん、あ、俺は食ったことないね、大阪の、うん、違うのかな、東京と、みたいな言えるけど、大阪の喫茶店のナポリタンの美味しさね、ね前話したことあるけど、これね、みたいなさ、なんか、いや、知ってるでしょうけども、うん、そうそうそう、うるせえって言われましたよ、うん、気をつけないと、たこ焼きは罠かね、罠か食べたな、なんか俺毎回食ってんじゃねえかな、なんかそれもうるせえけど、ん、毎回食ってんじゃねえかなこの間も食ったかな、この間も食ったよね俺もあれね、この間行って初めて食べたとバーナーかの味ねそれはもう別にうるさくねえわ言い慣れてないからかな、うん、あとだから本当に大阪の方でここうまいっすよっていうのを教えてほしいな、今言われてもね、もう覚えてらんないけどな、いや、でもさ、大阪の単独終わりとかでいいんじゃないですか、それは、うん、なんかチェックしたいじゃない、うん、大阪の単独はね、2日続けてだから初日の夜とかはいろいろあるじゃないですか、さが教えてもらっておいたら、何時ぐらいに終われるんだろうね、9時ぐらいに終わるねただ目をつける単独の9時に終わる感じね大体1時間半か2時間のあの感じねそっからそう、うん、で反省会とかあってね、アンケート読む時間ね、うん、で自由になるのが2時間ぐらいっていうあの感じねでも泊まりだから眠いの我慢したら12時過ぎまでちょっと遊んでてもいいから、いいからね、いいからね、あのワクワクする感じね、でも一回ホテル帰ってシャワー浴びてきますって言ってシャワー浴びたらそのまま寝ちゃうあの感じねもうふーってなっちゃう、うん、あの感じね、ね、串カツとかも結局1回しか食ってないな、ここの串カツうまいんだよってさ、うん、言うけどあんまり串カツってさ
全部うまくない？そうなのよ。あんまりなんかその上がそんな感じないというか。そう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 。なんだろうね、ハンバーグとかと変わんないのかな、そんなに。なんか、むっちゃいいのはもしかしたら違うのかもしれないけど、うん、そういうむっちゃいいっていうカテゴリーのものではないじゃん。しかし、安く美味しいっていうものだから。安くて美味しい名物。だからそんなにすごい上にはいかない気がするんだよな。全部美味しいけど。そう、あの、平均が高すぎて、それを超えるのがなかなかない。そう、ここはうまいって言われて、確かにうまいんだけど、違うとこ行っても別にうまいと思う。そう。紅生姜店みたいなのが有名だけどね。明石焼きもあるよね。楽しみ。楽しみ。はい。かすうどんね。かすうどんこの間も食ったな。この間食べたね、うん。大阪行くの楽しみだ。行かれるのかな。よろしくお願いします。かいいね。観光がてら行くもんね。楽しいね。観光で行くにはでも高いな。いや、俺らはね、この東京からだって人だけど、うん、その、わかんない、その、どの辺が行けるあれなのかわかんないけど、うん、奈良わかんない、ね、奈良とかは近いんでしょ、だって。なのわかんないよ、俺は。その辺のなんかあるじゃない、もろもろ、ぐるりが。あ、金龍ラーメンね、あの立ち食いみたいになってるとかね。あ、知ってるね。食べたことないね。食べたことないね。美味しいのかね。でも、あの、よく見る感じね。赤いって感じのね、うん、2店舗ぐらい見た気がするね。あ、そうだ、そうなんじゃない、旅行がてら来れるんじゃない。そのあのカスうどんはあれですよ、ホルモン揚げたやつ。そう、カス、それをカスって言うの。あれはね、そういうことホルモン、うん、腸ですね、多分大腸干してんの、揚げてんな、多分揚げてんのかな。でカッカになった、あのホルモン干してるってあんまイメージわかんない。あの紐みたいの、綱みたいの、洗濯バサミに。で、あの洗濯バサミ揚げてんのかな、輪切りにして、それかカッカのオフみたいな感じになって、それをうどんの中に入れて、美味しいんです。カスうどんぜひ食べてみてください。東京でもツルトンタンだな。そう、ツルトンタン他にもあると思うんだけどね。あんま見ないよね、やっぱ。なんでか。ねえ、うん。あ、金龍は美味しいって有名ですよ、ね。ええー。まあでも確かに人はいっぱい入ってるイメージがあるから。大阪のラーメンっつったらもう、それこそ、あれだよね、カムクラ。うん。はしょっちゅう行ってるもんね、新宿とかでね。俺は新宿のあそこしか行ったことないよ、でも。あ、ほんと？うん。あとあれじゃない、京都か。天下一品、うん、天下一品もね、やっぱ京都の本店の天下一品はめっちゃうまいとか言うのな。あ、そうなの。行ったことないけど俺は。うん、ね、やっぱこう東京でもあるものを食うのはちょっとなんかもったいない感じもするね。でもなんかそういうさ、本店の方がやっぱ違いますよみたいなの聞いたら行こうかなって思うんじゃない。どこまでやるんだろうね。いや、それはスニッカーズをさ、アメリカで食っても何も思わないと思う。まあ、そうかな。多分あんま思わない。サンマルクカフェの本店はうまいのかな。うまいんじゃない。全然違うと思う。全然違うの。全然違うらしいよ。全然違うならそれで問題じゃない。全然違ったよ。え、行ったの？どこにあるの、サンマルクカフェの本店。いや、でも言ったら行くから。行く、なんで行っちゃいけないんだよ。まあ、穴場になってる。なんだろうね。その、どこまでなんだろうな。まあね、日本のチェーン店とか、本店はうまかったりするの。そんな急に飽きる。寿司屋さん。寿司屋さんは大阪は。終わって。美味しい。あ、俺大阪でお寿司屋さん一回見たことないかもしれない。でも港は近いじゃんか。うん。向こうで美味しい魚とかもあるはずだもんね。あんまりその大阪湾、うん、ってあんまり有名じゃないんじゃない。そうなんだ。いや、わかんないけど、もう若狭湾かな、上の方。若狭湾じゃないか、あれ。神戸の方とかもあるって言う。神戸の方は有名だよね。あと京都の。でも神戸は神戸ビーフみたいなのよく言う。神戸牛。神戸牛。うん。神戸とか見たことないから行きたいな。あっちなんだろう。あっちの上のなんだ、港。なんかあるか。神戸なんて本当だよね。うん。うん。わ、天下一品は本店のしか食べれません。あ、ちょっとうるせえな。うん。これは嘘だよね。うん、これ食わなきゃさ、
本当殴るよって言われたら食うもん。いやでもそれもうるさいよね。そんなことまで言ってないっていうところもある。でも嘘じゃんこれも。嘘だけどさ、朝飲むにもうるさい。本店のしか食べれないよねあれ。うんうん、おすすめがいっぱい書いてありがとうございました。お肉屋食べたいな。お好みね、おいしい。広島の方から大阪に行くのってさ、簡単なのかな。そのなんていうの、普通に鈍行で行けるのかな。行けるんだろうけど、そのなんていうの、そういいんじゃない。でも新幹線でやって結構変わるよ。そうなのか、その感覚全然わかんないよね。でも福岡までとだいぶあったじゃん、大阪から乗ってんの。あったあった。あんま東京大阪とあんま変わんないぐらい感じた気がする。そんなあったっけ。変わんなくて、あーそんなあったっけ。東京からさ千葉ぐらいの感じだったらさ、でも地図的にもう違うじゃん絶対。そんなんないじゃん。いや感覚よ、感覚、この皆さんの感覚、うんうん、実際は1時間で行けるけど、いやこことここはなかなか行かないでしょみたいな感覚あるじゃん。感覚で言うとどこがどれぐらいに近いのかなと思って。で京都とか。京都は30分ぐらいですよね。そう、大阪、南部、岡山、梅田まで30分です。岡山、岡山が近いの。わかんない。あの辺。広島に行くってなったら、その鳥取とかが近いってことでしょ。知らない。そうじゃない、広島、鳥取が近い。ちょっと詳しくなりたいですね、いろんな地方に。うん、うん、いろいろ案内してもらえればな。そうね、1ヶ月大阪とか。1ヶ月大阪行ったらだいぶ詳しくなるだろうね、うん、いいねそれ。1ヶ月仕事くんないかな大阪。はい、そんな感じで単独ライブもありますけれども、本日の話っていうは、考えようの火曜日ということで、ご褒美を考えよう。視聴者の方々から最近自分があった褒めてほしいことを募集し、うん、その行為に対するご褒美を考えます、うん、ものじゃなくても何でもいい、うん、はい、僕らがご褒美を考えますので、要はお使いに行ってきた子供に飴1個ぐらいの、ああ、適量の、どんぐらいのお使いに行くかによるけどな、うん、近所のスーパーに行ったぐらいならさ、うん、どうっつって飴ぐらいの、そうそうそう、飴とか適量ってこと、実は等体化をね、うん、同じぐらいのものなんだよね、うんうん、募集します。最近褒めてほしいことなんかあるかな。褒めてほしいこと、なんだろうな。頑張ってことを言った。なんか頑張ったことじゃないやな。誰に褒めてほしいのかな。社長に褒めてほしい。あ、まあまあまあ言ったか、ここで。iPhone がさ、それこそなくしたじゃん。うん、そんな感じで電車の中で落ちてて、うん、ちょっと急いでたんだけど、うん、駅員さんまでとか、うん、ちょっと褒めてほしい、うんうん。それでも駅員さんも褒めたでしょ。全然褒めねえんだよ、駅員さん。あ？うん。え、どの電車ですかって言われて、うん、その感じって思うじゃん、うん、俺となんかあって思った、ショックだった。あ、わざわざすいませんみたいな、まあ、別に言ってほしいわけじゃないけどさ、うん、何線に乗ってきたんですかとか言われて、うん、そんななんか、うん、感じなんだと思って、すごい嫌だった。そう褒めてほしい。普通ぐらいのお返しが欲しかった。そう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 。うん。あと、駅員さんに言ったら別に関係ないけど、うん、この間、ソフトバンクショップを探してて、うん、駅員さんに聞いて、本当、あの改札の横にあるさ、あそこの人、お姉さんだったのがいたのが、うん、すいません、ソフトバンクショップってこの辺あります、うん、ありますぐらいで、うん、あ、こちら回って、どこどこの信号を右に行ったらありますとか、すぐ言われて、うん、そんなにソフトバンクショップを聞かれることが多いんじゃない？多いのかな、うん、はぁって思った、すげえって思って、うん、
褒めてあげたかった。すごかった。新宿なら大体ちょこっと聞かれたらわかる。そう、パッと答えれると思うよ。先生、この辺でラーメンを食べたいと思う。あ、もうちょっと遅いじゃん。いや、まあ聞いてないもん。もう行けたもんね。でもいや、でも俺がさ、警察官なら行けるよ。いや、でも新宿によく来てるわけよ、うん、でも難しい質問じゃなきゃ。この劇場周りよ。でもこの人、俺は俺なわけでしょ、うん、で、見ず知らずの人にいきなり話しかけられるんでしょ、うん、いや、まだわかんないよ。この辺で美味しいラーメンを食べようとは思っていないんだよって言われたら例外じゃん。そうかな。でも行けるそれ。俺はでもあんまり覚えてない。あんまりお店に行かないし。まあまあ、でもその得意な分野だったらさ、もう行けんじゃん。すいません、この辺で、うん、ハンバーグの美味しいお店、東口でだと探してないんだよ。あ、例外だ、例外だ、例外だ。映画はやだ、ね、意味わかんないし。わざわざすいませんって言っといて、うん、下から来たし裏切る。よくわかんない、うん、でも新宿だとめっちゃ混んでるラーメン屋さんとかってさ聞くと、アメリカとかの海外のガイドブックに載っているラーメン屋さんとかがめっちゃ混んでる、うん、いっぱい褒めてほしいことを言います。肩が甘く外れていたのに3日過ごし自分ではめ直しましたと。肩が甘く外れていたのに3日過ごし自分ではめ直しました。甘くか、ちょっとだけ肩が外れて、肩外れてる感じ。俺経験ないんだけど。いや、俺もないわ。甘いとか、あの辛いとか、ちょっとだけ外れて、でもまだ動くってことでしょ。よくわかんねえな。でも気づかず3日過ごしたと。いや、気づいたんじゃない。でもさ、気づいて自分ではめれるならなんか3日間なんか外れてるわーって思い、うん、どういう状態だ。あ、そうかな、もしかしたら、あ、これこの違和感外れてたのかっていうのに3日後に気づいて、うん、カホって言えたもん。はめること自体はすぐできる人だったか。3日間ずっとかまんねえな。で3日後にカチャン、かまった。それによるよね、苦労が違うもんね。そうだね、まあそっちじゃないと思う。3日かかってたなら、いや病院行けっていうご褒美、うん、病院ってあるよって教える、うんうん、多分気づかなかったんだろうね、うんうん、気づかなくて、なんか痛いなと思ってた。自分でちょっとずれてたんだと思ってピッて直したと思う、うん、ってことはもうその労力だけだよね。だから得意なことを褒めて、それが得意だということを褒めてあげるってことでしょ。いや、わかんないよ、初めてはめたかもよ。なんだろう、痛い、あ、今の外れてたんだ、今はめた私って。外れたことに気づいた後、はめれることに気づいた。そうか、チャレンジしたらいけた、うん、となるとそんなに、まあ新品の世の中ってそういうことの連続だよ。え、そんな、もうちょいあげない、もうちょい、あと雨。世の中ってそういうことの連続だよ。はい、じゃあね、さようなら。まあな、新品のフリスク、ちょっと嬉しくない。うん、だからね、何に対してそれがちょうどいいか分からん。よくその過去ってやったことに対する、ああ自分で雨たんだね、誰にも、うん、迷惑かけずに。はい、新品開いてないフリスク200円ぐらいじゃないですか。ちょっと嬉しくない。あ、やった、嬉しさが勝っちゃってる。200円ほどもない、うん、なんだろう、わかんないけどさ、褒められるってさ、結構さ、変な話だけど一番多いのは誰かに何かしてあげた時だったりしない。まあもちろんもちろん、うん、自分のことじゃん結構。うん、だからなんかその世の中はそういう連続だよとか、うん、そういう、あ、やっぱそうなの、の方がいいかな、うん、それ、まあ、ご褒美だからな。でもほら、知れたじゃん、世の中こういうことの連続なんで、気づかなかったことに急に気づき、うん、
そうした時には連続してまた気づくたりするものなのだ。ああ、なんかそれをこの知らない人に言われた。飴ももらったし、君にできることは、まだまだいっぱいある。うん、だからそういう、教える。私、そうだ。飴ももらえるその。それぐらいか。うん。ほ、なかなか、ご褒美。うん。それは例えばさ、なんか、自分で何年頑張りました。うん。だけだとね、難しいよね。そうだね。大きなキュウリが育ちました。うわ、うん、大きなキュウリが育ちました。もうこれ味噌をあげればいいんじゃない。もうえっと写真撮らせてくれ。それめっちゃ嬉しくない。うん、大きすぎない、ご褒美が。かな。じゃああんま見ないと。どういうこと、どういうこと。写真自体のクオリティがちょっと低い。あー、すっごい雑な画像だけど、うん、でも残したいと思ってくれたってすごい。いや、それがすごいでかすぎんじゃないかな。確かに。それすっげえ嬉しくない？でもピエ。いや、でもその嬉しさがすごい。この人の気持ちめっちゃ嬉しくない？うん。なんかさ、ふんふんふんってなんかわかんない粘土とか作っててさ、これ写真撮らしていい？って言われたら、うん、めっちゃ嬉しくない？でもピやめ。いやー、嬉しさが勝つなー俺。めっちゃ嬉しいな、それ。なんだろうな。キュウリが育った。まあ、味噌あげるだろうな、俺は。味噌。小皿にお味噌を入れる。うん、嬉しい。すぐ食べれる。か、あれ。隣のトトロのさ、で出てくる、うん、冷やすやつある。うん、あれくれる、ざる、うん。最初は、カッ。キンキンになるのかな、あれ。食いたいって言われる。うん、あー嬉しいね。でもそういうことだよね。でも食い方がちゃん。いや、それはいいんじゃない、下げなくて。そこ下げた方がいいの。はい、大阪の昼寄せのメンバー発表したからご褒美だ。そうだな。万里さんの読み方を教えてほしい。そのぐらいの。あ、確かにスッとするな。一万字レポート半分終わらせました。あ、半分だよ。まだ終わってないからね。うん、半分終わるっていうのはちょっと変だから。一万字のレポート半分終わった。ああ、なんだろう。全部終わったからもう一回あげなきゃいけないんだな。いや、それはいいんじゃない？半分。プリンだけど。プリンだけ？スプーンはくれない。スプーンくれない。超嬉しいじゃん、プリン。うん、でもスプーンないじゃん。ドゥルって言えばいいじゃん。でもそれじゃあ美味しくないじゃんか。プリンってこう食いてる。いや、俺はこうドゥルでいい。そう、ドゥルじゃいけないのにすれば。羊羹、羊羹はあんま嬉しくない。いや、だから好みの問題でしょ。うん、だから好きな固形の食べ物、固形じゃなくなんだって、餃子のあんでもだけでもいい。めっちゃ美味しい餃子のあん。皮は、まあ一番残り半分は、うん、終わったら皮でパリパリに焼いてあげますと、うん、で、餃子のあんです。俺はよ。半分にはやっぱ半分のご褒美の方がいいよな。そうだな。上下巻の上巻とか面白い人する。いや、でも逆に嫌なんじゃない？もう半分書かなきゃいけないのに本読みたくなっちゃう。でも読んだらさ、
またやったら読める。お前やる。そっか。短めの。なんで短めで上下巻にしたのかわかんない。めっちゃ面白いよ。漫画本。うん。20巻ぐらい出てるやつの2巻とか。うん、2巻だけ、うん、?2 巻だけ。半分はでかすぎんじゃん。やっぱラジコンの、うん、プロポの方、あの リモコンの方、コントローラー、何かを動かせるわけじゃん、うん、残りはじゃあ動かせるものは終わったら、うわー、そういうことか。それってあんま嬉しくない気がするんだよな。なんかさ、半分終わったご褒美とさ、全部終わったご褒美ってさ、その倍じゃないというかさ、倍じゃないじゃん、何もできないじゃん。うん、でもなんか 2個のものみたいなこと、そうやってもうちょい半分の方が評価が低い方がいいと思う。なんか、なんつうんだろう、半分でも やり始めたということだな。そう、ご褒美はあるんだけどな。なんだろう、完全にじゃあフルーツ高野のスプーン。ああいいね、ああいいね。これフルーツとかもなんか買った時にもらえるスプーンじゃん。ってことは全部終わったら、あとは終わったらねって言われたらって言ってラジコンを持ってる。それいいね。うん、それだな。あのハーゲンダッツのスプーンとかさ、でもさ、あれさ、スーパーとかで買った時になんかさ、関係ないのにハーゲンダッツのスプーン。あるある。それを子供の頃から見たりしてるからさ、怪しい、違うかもと思う、うん、でも本当だったら余計嬉しい。でもフルーツ高野で他のもの、ポロシャツを買う機会なんてないわけ。フルーツ高野とポロシャツ売れてんの。はい。なんだ。うわ、すげえ、夏休みの宿題を終わらせましただって。もう早っ。でもこいつにはもうさ、夏休みずっと遊び倒せるっていうご褒美がさ、自ら。ああ、そうだ。いや、でもそれは、それ付属するもんだからな。うん、すげえな。もう終わったの？あんなん、一生終わんねえと思ってたもんな。実際終わらしたことあんのかな？すげえ。俺、なくしたりしてたわ。俺も。あの、なんか、ドリルみたいなやつ。なんか、工作。なんか一個足んねえみたいなのあったっけ？あったあった。まだあったはずだみたいな。自由研究とか俺結構やってたんで、ちゃんと。自由研究ってやつか。いや、工作でもいいな、あれ。で、男子はほぼ工作っていう。毎年やってたな、やってたな、そんな。何やったかな。ノリヒロはね、あれだったよ。緊張の先に豆電球をつける。で、電球をつける、虫を集めて撃つっていう。すごいじゃん。でも、おかしいな。まずおびき寄せるもんじゃないから。まあでも小学生としたらいいよし。うん。俺一回なんか拾った木が、なんだかな、なんか仏像みたいに見えた。仏像っぽく見える木があって、木のなんか木工所みたいなところの横に落ちてた。うん、木の塊。そうそう。それそのまま出した。あれ作んなかった？ビー玉をさ、ポッて。とさ、ゴーンみたいになってこう下に落ちる。ピタゴラスイッチみたいなやつ。そうそう、そんな感じ。そんなことなの作るの？嘘。それ。所詮そんなのは勉強だからさ、うん、なるべく早く終わる。あ、俺次の年も確か木工所探してる。今年もねえかな、なんかに見えるやつ。うんうん、いや、すごいね、夏休みの宿題今終わってるのはすごい。すごいな。うん。なんだろう。なんだろうなぁ。むっちゃ遊べるもんなぁ、でも。終わってるっていうのを、クラスメート全員に、知られる。もう終わってるっていうのを、クラスメート全員に知られる。で、見してみてになんない？それもそれで嬉しいんじゃない？なんか優越感にされちゃうじゃん、やっぱ。で、はい、そう、いやいや。それギリギリ前置いときたいからさ。そっか、そういう、なんかそれ言って、でまあ別に、いや、そんな噂は立ってるけど、別に、まだちょっとあるし、みたいな。なんだろうな、宿題。
何嬉しいかな。お気に入りの靴下と似た靴下もう一個。やっぱ1位あるもんね。小学生とかの特にあるじゃん。1位ある。修学旅行だったら絶対これだみたいな。1位はもう最高だもんね。でさ、あの頃で自分の判断で買ってないじゃん。そう買ってくんだ親が、うん、親のその奇跡の際1枚なわけ、うん、そうそれをもう一回これに近いのを頼む、もうこれに近いの頼むって言ってこうそれに近いの返ってくる可能性も低いけど、うん、嬉しいね。扇風機が絶対、夏休み中、うん、扇風機が絶対自分の方向いてる。いい感じにと思う。このガガガね、ガガガ。いや、夏休み、これ小学生かな。わかんない、小中高。俺、小学校の時、暑いって思った記憶ねえんだよ。嘘だよ、それは変だよ。めっちゃ暑かったよ。まあ、今よりは暑くないけど、ピッチピチに汗かいてた。なんか体感、俺、暑くなかった気すんだよな。まあ、でも、言ったらね、豪雪地帯だから。他のところよりは涼しいと思うよ、うん、夏は。でも冬もあんま寒いと思う。あ、ちょっともうおかしい。鼻水バカみたいに出てたけど。いや、寒いんでじゃん。体は寒いと言ってるよ。あ、アゲの万里さんだそうです。パフォーマー、これ俺への広告で、ありがとうございます。よかった言って。何をやってもご褒美があるっていう考え方がいい。その甘い考え方ね。うん、やっぱ甘々でいきたいから。これは。母親が実はパート先の若い男性とメールのやり取りをしていることを父に秘密にしてあげている。弱みを握ってやりました。このご褒美はお母さんからなんかもらわなきゃいけない、ね、そうだね。まあでも握ってるってことはちょっともらってんじゃない。もうでもお母さんがさ、はい、じゃあ弱みって言って握らせてもらってるわけじゃないじゃん、うん、手開けたら空っぽなわけじゃん。だからこれいつでも私は出せるぜ。そうそうか。それで引き換え券、それ引き換え券じゃない。引き換え券だけじゃやっぱご褒美の感じしなくない、うん、でもお母さんからいくらでもご褒美はもらえるからな、多分もう、うん、脅せば、うん、うんうん、はっってなって桃冷えた冷えた桃パお母さんのパート先でどんなお仕事か分かんないけども、うん、パート先でちょっとほら自分のお母さんがそれだと恥ずかしいみたいなのあるでしょ。友達見られると恥ずかしい、うん、それの逆をやれるというか、うん、振り切ったボケをガンガンかまして強烈なキャラクターで入ってどうもー柏木の娘ですみたいな感じで入っていってガンガンやってよしっていう、その一日振り切れる。それでも全然いい、うん、母親は次からえなんか娘さん全裸にワカメ巻いてきたけどみたいな。あ、いいんですよ。私が振り切っていいって言ったんだ。やりたくねえだろ本人は。ああそうかそうか。うん絶対。そっか。なんだろうな。俺はもう冷たいもも。でもこれな、秘密にしてあげるってことは勇気はないわけだからね。うん。いや多分交換になってるもんな。お母さんの方がさ、ちっちゃい頃のミスとか全部見てんじゃん、うん、それを秘密にしてくれたりするじゃん、うん、今さら1個何がよと思うよ。まあね、俺さ言ったっけ、ちっちゃい頃お風呂に入れてもらってさ、お母さんに、うん、で入れてたら下からうんちが浮いてきたんだって、うん、固形の、うん、俺がお風呂に入ってる時にしたんだって、うん、でそれを急いでバシャッと外出したっていう話を死ぬほどされるの、時間がある
ほんと常にもう今あんま合わないからさ、わかるわかる、会うたびに、わかるわかる、風呂入るって言うと間の具が小さい子、あうんちがプーと浮かんできて、うん、それバッてやると、いやーいやーいやーでしょ、もう鮮度全く落ちないでしょ、そうそう、でもう今一周して面白いし聞いてて全く盛らないあたりとか、うん、何回も喋ってるのに、あれだよな、その大御所の方のさ、うん、あのギャグを、いやそうな、そうな、うん、来るかな来るかな、うん、やってくれるかなあれっていう感じでしょ、もうちょっと黙って風呂入ることないもんな、だから風呂入ろっかなー2回ぐらい言うもん、お母さんの方、あっ、風呂入ると言ったー、うん、何何何だからお母さんいっぱい弱みに言ってるからな、うん、そうだよ、母の不倫現場を目撃、ご褒美、それはご褒美じゃないよ、だって別に頑張ったことじゃないもんね、あってでしょ、つけたりとかしたわけないから、うん、それは別になあれでしょ、頑張ったことじゃないよ、もしかしたら妹か弟欲しい方がもらえるかもしれないなあ、いいねぶどうが余ってたのでジャムを作りました、俺ぶどうで食いたいいやいやそういうことじゃないでしょ、うちの母さんもよくいちごのジャム作ってたんだけど、いちご食いてっていつも妹さんに言われる、甘すぎんだよな、甘いんだよ、うん、もうちょい砂糖減らしてほしいよな、うん、で、あの頃おしゃれなジャムの味わかんねえし、なんかんおしゃれなジャムの感じわかんねえし、まあまあレードだろ、で、あ、いちごとかでもよくわかんないけど、多分おしゃれなのあんじゃん、よくわかんないけど、うん、え、どういうことジャム、うん、うん、いいジャムって多分あんじゃん、世の中ある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 、わかんねえじゃん、あの頃、あの頃わかんねえ、うん、今めっちゃうまいのたまにあるけどな、あ、そうなん、ビビるぐらいうまいの、ピーナッツバター初めて食った時ビビんなかった、めちゃめちゃうまいよな、うん、びっくりしたよねピーナッツバターはほんとすっげえ減ったもんな、食パンとかに塗って、あれはみんなピーナッツバターと兄弟はびっくりしたよね、うん、こんな甘美な味があるかと思ったよね、そう、でもさ最近さピーナッツバターさ、うん、あの甘くないやつがあんの、あーらしいな、何それと思って、あの料理とかに使ったりして、そう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 、意味ねえもんな、意味ないよね、ほんとあんだよ、なんかおしゃれなやつで、もうさあの頃のピーナッツバターの感じとして食ってないの俺らも、もう全然俺もう何20年ぐらい食ってないけど、ほんと20年は言い過ぎかな、まあでも全然食ってないこれ。もうあの頃の感じで食えない多分。今も食ってる？俺はキャマン食うよ。ふわっとやっぱなんない。もうなんない。はいこれねぐらいの。そう。はいこれ。ああうまいね。でもさピーナッツバターも探したらさめちゃめちゃうまいのあるかもよ。でもそういうことじゃないじゃん。ピーナッツバターはその初速がすごいです。そうか。デビュー当時すごいっていう。だからまたなんか生きのいいのが欲しいってことね。別に常にみんなの人生において一発屋にはなれるという。うんうんうん。ビビるじゃんまず。ビビるね、甘くないピーナッツバター美味しいですよ、うるせえな、絶対美味しいと思ってね、あとあれも俺あのなんか喋ったな、トマトジュースのさ塩入ってないやつ、うん、飲んだ時初めて、うん、なんだこれって思ったもん、それはでも多分トマトなんだろう、トマトジュースっていうのがあるわけよもう、あのちょっとしょっぱいやつ、俺でもトマトジュース自体がねむっちゃ好きとかないの、うんうんうん、トマトよりはどっちかというと嫌いなの、おでも別に嫌いじゃないわ、うん、かる、トマトの方が絶対上だから、うん、あんまそこに期待がないのさピーナッツバターとか、何でもいいやと思っちゃう、俺もう一時期あんなんダース12で買ってたぐらい好きやったから、うん、缶じゃないあのペットボトルのやつ、ことね、んあるあるある、うん、こんなんぐらい好きで、でもすごい期待がやっぱり、うんうんうん、
それで飲んでさ、なんかあんじゃん、もう全然しょっぱくない。飲んだことない。もう何これって。すごい。がっかりするんだよな。ちょっと食いてんの。カステラサンドも最初に見た。カステラサンドって何？中にカステラ入ってるんです。柔らかいパンみたいな。待てね、あった。食ったっけ？分かんない。食ってないかな。俺食ったから、そんなの。食ってないかもしれない。いまだにツイッターで来るわ、松屋。そろそろな。松屋側に伝わってなんか。それこそご褒美なんかあったりする。そうだよ、なんか疑問に思わなかったのかな。だってさ、いやでも松屋も別に多分そんなに実際お客さんも来ないだろうし。まあそうだけど、急にさ、ものすごい数増えるわけよ、松屋のことを、情報を知りたい人が、うんってなんないのかな。そんなにやっぱ世の中の人ツイッターちゃんとやってないんや、あそこ。そうかな、でも多分見ると思うんだけど、結構定期的になんかつぶやくんだよな、なんか何々が美味しい。それが東京のお店とかあったらさ、自分が顔を出すように言われたりとかもしないけど、なかなか連絡が取らないから。そうだよな、難しいよな、みんなも食べにはいけないし、ほら、そう、ほらね、無塩のトマトジュース美味しくない。そうだよ、トマトジュースに牛乳を混ぜたら美味しい。フルーツ牛乳、リンゴ酢って出て飲んでた。どうやって飲んでたって何？リンゴ酢を出て飲んでた。どういうこと？リンゴ酢飲んでた、家で。飲んでない。リンゴ酢って何なんだろう、あれ。リンゴのお酢でしょ。何？うちあってさ、いつも冷蔵庫に。昔から？うん。すごいね。で、リンゴ酢は牛乳に入れてるんですよ。美味しいの？美味しい。どん、え、そっちか。カルピスとか牛乳とかも。乳製品っぽくなるってこと？うん。なんていうの？カルピスが確か分離したんだけど。でもね、なんかちょっと酸っぱくて美味しいんだ。うん、リンゴ酢はなんでリンゴ酢飲んでたんだろう。なんで知らねえ。多分普通の家ないよ。リンゴ酢とかミルミルとか、ミルミルいいって知ってる？知ってる。いいのが美味しいじゃん。いや俺ミルミル、大人になるとミルミルいいのが美味しいんだけど。俺大人のだって飲んでないな。他のもあったよな、なんだっけな。ミルミル、リンゴ酢いつも売っちゃったな。で、自家製？うん、買ってくるの。うん、すごくない？だってさ、最近流行ってんじゃん、お酢とか。あ、そうなの？黒酢とかリンゴ酢とかいろんな酢。その当時にリンゴ酢なんて俺多分全然知らなかったと思う。いや俺今マジじゃなくて子供の時しか飲んだ記憶ない。今めっちゃお酢ね、健康にいいっつっていろんなお酢ね、リンゴ酢だった。へえ、早くから注目してたもんね。後輩に結構高いご飯をおごって悩み聞いてあげました。これは悩みに聞いたことに対してこう高いご飯というかさ、後輩とご飯行ってさ、なんか当然出すじゃん、なんかそこは、なんかこの世界で言ったら、それいいんだけどさ、タメ口とかさ、財布出さねえの、嘘でも財布出すじゃん。ああ、俺ね、それわかんないんだよな。いや、みんな結構そうなのよ、大体。そんなに下痢変わんないし、タメ口俺なんて。そんぐらいだったらやっぱさ、だ自分もちょっと上の先輩だったらさ、出そうと思うじゃん、普通に自分の分は支払おうと思って、でもいいって言われる。で、ああ、すみません、ごちそうさまですってパターンの方が多くない？怒られに行くことって実際はそんなないじゃん。ない。タメ口はなんか、うっす。なんか、まず、神さんそろそろ、みたいな話が、どんな盛り上がってても。あ、そっか行こうか、つって。が嫌なんだ。そう、なんか、自然じゃないじゃん、ちょっと。それは嫌。俺全然いいんだよな。かな。あんまそんなやついないからかな。タメ口ぐらいだもん。俺全然そっちの方がいいわ。逆に嫌だなんか。いや気使ってほしいわけじゃないよ全然。でもさ、多分それってさ、あ、いいんすかっていうくだりは必要だっていうことでしょ。なんなのあれ。なんか礼儀なんじゃん、それが多少。俺も絶対嫌だわ。むっちゃ先輩とかも鼻から怒られに行ってるじゃん。なんだろ、ごちそうさまですって言いながら店に入ってくるじゃん。そういうことじゃないか。あるよな、そういうのなんか。と思う。そんな感じで。はい。皆さんにご褒美をあげたところで、はい、本日はこの辺に終わりにしたいと思います。
本日ですね、待ちに待ったバチバチできてるでございます。皆さんぜひぜひ見てください。あの限定動画が来てるんですけど、見た俺は携帯がない。ああそうだ、限定動画来てるんですけど僕らまだ見てないんですけども、多分面白い内容になってると思いますので、はい、2時間限定ね、そちらの方はオンエアが終わってから2時間のみの配信になっております。ぜひぜひリアルタイムでオンエアを見て、そのまま、ホームページの方にアクセスして動画を見ていただけるとありがたいことでございます、はい、ぜひぜひ見てください。というわけで目指せ視聴率 20% 目指せ視聴率 20% でございます、はい、はい、目標にやっております。よろしくお願いします。というわけで以上、後ろシティの話でございました。皆さん良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。後ろシティのタワーってばこう一つもちゃんと言えてなかった。いやって結構急いだから一つも言えちゃんと言えなかった。